さんこんばんは。あれ声が小さいですね。ちょっともう一回お願いします。こんばんは。ありがとうございます。私たちファットマイルス、トップバッターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ先ほど挨拶をしてくれた会長のトミー君にこのサークルの名前をもう一度言っていただきたいと思います。このサークルの名前は何ですか？龍谷大学一般同好会ジャズ研究会です。はい、正式名称いただきますね。ジャズ研究会という名前で僕たちサークルやってるんですけど、じゃあジャズを研究してるのかどうかってことなんですね。僕らまあジャズを演奏する、まあ主にジャズを演奏するサークルなんですけども、まあ僕まあ4回生なんでだいぶまあジャズ研究っていうことではないですけど、だいぶねジャズを学んできたつもりではあるんですよ。でまあ僕がそのジャズで学んだことっていうか、ちょっとね硬い感じで言っちゃうんですけど、まあそこで知ったことをね話したいと思います。で僕らのバンド名ファットマイルスなんですけど、まあファットマイルスのファットはそうです、今さっき演奏した曲が So Fat So What って曲なんですけど、俺たちがやったらドラマ見てください。ドラマめっちゃ太ってるんですよ。俺たちがやったら So Fat じゃねって、脂肪の So Fat じゃねっていう話になって、じゃあ Fat って俺らのバンド名につけようかってなって Fat Miles っていうふうになりました。はい。でじゃあマイルスなんですけど、マイルス・デイビスから来てるんですよね。で僕いつも、まあ、マイルスはよく聞くんですけど、そのマイルス・デイビスあるあるをちょっと話したいなって思うんですよ。まずマイルス・デイビスっていう方ね、CD ショップとか行かれると思うんですけど、 CD ショップのジャズコーナーに行ったら一番アルバムの数が多いのがマイルス・デイビスなんですね。まず一つ目のあるあるが、一番どこの CD ショップに行ってもマイルス・デイビスは必ずあるし、一番多い、これがマイルス・アルアルです。で、もう一つ、マイルスはいろんな曲をやるんですけど、一曲一曲がめちゃくちゃ長い、もう意味がわからんくらい長い曲があって、一枚の CD って大概 J-POP だと10曲とか11曲とか入ってるんですけど、マイルスはなんと1曲30分ぐらいやっちゃって2曲しか入ってない CD、 もう CD の70分全部使い切って2曲しか入ってない CD とか、そういうのがあります。これがマイルス・アルアル2つ目です。で最後のマイルス・アルアル、めっちゃ曲がシンプルなんですね。わかりやすい、僕たちがやってる曲もそういうところからマイルスの曲を持ってきてジャムセッションみたいな感じで演奏してます。だから今日はそのマイルスが作ってるシンプルな曲、シンプルなジャズで、まあ、なおかつちょっとスイングでもないしビバップでもないし、みんなが想像するチャーリー・パーカーとかそんな感じのジャズじゃなくて、まあ、ちょっと変わってるジャズなんかな、なんならロックなんじゃねみたいな、なんならファンクなんじゃねみたいな、全然ジャズじゃなくねみたいな曲をこれからやろうと思います。はい、じゃあですね、この面白いバンドメンバーを一人ずつ紹介していきたいと思います。そうですね、じゃあちょっとね今回ねメンバーそれぞれに、ね、キャッチフレーズをね独断と偏見でつけてきました。一人ずつ紹介します。まずベースから、ショートフレーズのトランス系ベーシストトミーくん、拍手。彼ですね、いろんなフレーズを生み出してくれます。さっきの So Fat っていう曲もあったんですけど、あの曲の、2パターンありましたね。初めのイントロと普通のソロの部分と、ソロの部分のベースフレーズが彼が弾いてくれたことが元になって、あ、じゃあちょっとラテンっぽいようなリズムでベースでやったらいいんじゃないかっていうことになりました。彼の割とねベース僕めっちゃ好きなんで、はい。じゃあ次、さっきも太いとかちょっといじっちゃったんですけど、彼はとってもいいビートを刻んでくれ
からはみ出る手数はダブルクォーターパウンダー級ドラムポン。彼もね、僕と一緒に4回戦なんですよ、ね、もう4年間ずっと一緒にやってますね。はい、じゃあ次ちょっとさっきからクールな感じでピアノ弾いてくれてる彼、彼ねすごい手癖がいっぱいあるんですよ、ね、彼のピアノは弾くとあすぐ検証だっていうのが分かるんですね。じゃあキャッチフレーズいきましょう。聴いてるのは鰹節？いいえ、検証節。ピアノフォルテ、検証。はい、ありがとうございます、ね、めっちゃクールな感じ、僕めっちゃ好きなんですよ。癒やし、イケメンやし、たまらん。はい、じゃあね、彼は3回生、トミー君も3回生で、1人だけ1回生がいます。この手前、僕から見て手前ギター、キャッチフレーズは、乾いたサウンドで耳を潤すギターのりちゃん、のりちゃんです。彼すごくカッティングが上手ですね、めっちゃいいカッティングを響かせてくれるんですけど、その乾いたサウンドがね、あ、いいなって僕いつも思ってるんですね。はい、ね、じゃあこのバンドね、なかなかジャズではない編成でギターが2人いるんですけど、もう1人のギターを紹介しましょう。キャッチフレーズは、見た目は爽快、フレーズは難解、ギター河野明。彼はですね、もう僕と2年、僕も1個下、3回生で1個下なんですけど、もう2年ぐらいずっとやってますね。2年じゃないな、3年か。もう3年間ずっと一緒にやってて、セッションとかもよく一緒にやってたし、なんか2年生の時も一緒にバンド組んだりもしてて、すごく付き合いの長い彼です。はい、これで全紹介したかな。はい、で、私、申し遅れました、自称、病み上がりマイルズ風トランペッターの田中明です。一応、マイルズみたいになりたい、ずっとそう思ってジャズ圏では過ごしてきました。はい、さっきもなんか後輩がリハ見てたら先輩マイルスに見えてきましたみたいなね、まあ、嘘かほんまかようわからんこと言ってたんですけど、ちょっと嬉しかったです。はい、ではそろそろ喋りも皆さん疲れてきたと思うんで、最後の曲に参りたいと思います。はい、最後の曲は、ブラックサテンという曲です。ちょっと皆さん聞き慣れない曲かもしれませんが、お楽しみください。以上、ファットマイルズでした。
Thank you.